激寒波でございます。いやだからちょっとさっと出して、はい、そうですね、バチッと、それこそ今日こそ5000枚出したら、あ、欲しいっすわ。みはい、チンゲ何どうしたどうしたどうした、いや今気づいたわ急にチンゲなわけないじゃん。あんまもう大人になってチンゲっていうフレーズ聞かんかったっすわ。俺のチンゲとめっちゃ近いよそれ。えでも若いからいけるかって、お前意識したら俺のチンゲは。ちょ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 、ないないない、見せたことあんの意識したなお前ない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 、あれいいなって、あれいいなって、あれいいなってなったの、あれここに欲しいなってならないですから。でまあ今日寒いから、はい、で今日大阪帰るんでしょ。帰ります。でもう僕らも電車が止まったり、ね、車なんですけど、ね、まずいんで、はい、さっと出して速攻で出そう、速攻でミニゲーム今日こそ多分回避したいって行こう行こう、スタッフさんも思ってます。もう全員満場いっちゃうと思います。あやべ、行こう、修正行こう、3人で並べましょう、はい、というわけで本日3人で5000枚目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。 I believe it's chemistry. You are the man.Fly me up into the sky of ringing bells. おはようございます。おはようございます。お願いします。寒い。意外と意外といける説あるから、ちょっと撮りますわ、一回撮ってみます。いや、開いてる開いてる開いてる。じゃあ俺戦国無双売ってみようかな。え、結構売ってます。いや、2回ぐらい。ああ、そうなんです。俺初打ちなんだが、これどっちか、これ打ったことある？戦国無双ない。ないです。何回僕調べ調べ行くんで。猫の探索日より発動してます。なんだやろな。いや、あれだよ、探索行くのには優れた日。いや。オーケー、大体分かった。よし、お願いします。このカウンターかレアコップ直撃でボーナス入れて AT か。お、緑。あれ赤までいって当たりそうだな、これ。全然音聞こえねえ。当たった。3000円、投資3000円で当たったよ。はい、おめでとうございます。 AT には入れなきゃ多分意味ないんだよね。そうだね、カウンターも AT 入るまでリセットされねえらしいから。はい、バケ。あ、でも逆に信長、逆に熱い。あれあれ、逆に熱いの。どれどれ、20ゲーム継続する。本当だ、昇降中の信長バトル発生で AT 当選、サイは投げられた。お、最後に駆け出していただけた。通常 B 以上のチャンス。おー、なんか強いの出た。あ、リリチェだこれ、リリチェ B。 へえ、あ、強いぞこれ。あー、弱そう。本田とバカ連れてきたよ。おー、で勝った。マジかよ。ナイス、当たった。多分強制値がミリチか、ミリチかゲームとか分からんけど、なんか良さそうっすね。なんか、うん、当たってる。楽しい、今のところ。いやー、白7 AT 確定のやつだ。うわ、強いの引いた。あら、
なんか騒いでるな。なんかあんま聞こえてこない。声出すぎるな。なるほど。白なら AT 入るやつ引いたよ。ナーイス。ほら、戦後ぐらし確定。300、まあ、3時か3000円。ビッグボーナス極意、極意。僕2月激不調です。俺も。これ全敗。え？確かに前回全員勝ってたもんな。そうっすね。そりゃ今回きついか。厳しい戦いを強いられるか。ただ今日は俺やれるぞこれ。オーケー、戦国ラッシュ行ってこい。うわ全部出る。あー林が一番、まあ、出るのか。風鈴あーでプラス40、まあ、これがまあ基本パターンだね。あーなるほどなるほど。オーケーオーケー、ラウンド1。お、エンジン。たまたまなのか。はい。戦国ラッシュすごいモンハン感があるんだけど。お、お、お、くのいち水産。え、いたけどもともと。なんだ当たってる。なんで当たったの。うわ当たってる。おもろい。え最後はあれ判定で当たったんだ。残り7ゲーム信長に勝利でワナスプラスジャックゲーム獲得。はっはー。猫 どうすればいい。あ、ベル引けばいいのか。ああ、弾かれた。ああ、なるほど。ああ、ダメだ。お、全部くの位置がやってくれる。全部くの位置がやってくれる。撃破。ああ、10ゲームは乗せ。ジャックイン。ああ、なる、なる。なるほど。あ、そういうことか。これ上乗せしないとならないんだ。めっちゃ強いやん。うわー熱い。勝った。よしよし。なんかバッチャーすげえ調子のそうじゃないですか。あのな、これもしかしたらなんだけど、はい、おもろいかもしれん、この台。まあ、なんだろう、いいとこ取りなんだけど、はい、売れてる台を。どんぐらい出てんの、そんだけわちゃわちゃ。今300枚ぐらい。純蔵はね、ゆっくりだね。ああ負けた。2回だけだった。2回だけ上乗せして。ああなるほど。で次のラウンドへ行くと。ああなるほどね。はい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 。だから犬夜叉みたいに分母ゲームがあって、イメージとしては、はい、でその分母ゲーム中にボーナスをゲットするのが、俺全然入ってきてないんだよな、頭に。入ってきてる。僕は聞こえてます。なんか、まあ、途中聞こえなかったし、頭に全然入ってこない。難しいっすね。いや聞いてるふりしてた方がいいんかな。なんでだよ。どっちがいいかな。真剣には喋ってくれてるから申し訳ない。イメージはでも、いやしにくかったです。確かに。だろ、はい、どうする。どうすんじゃねえ。聞いてるふりだけ。聞いてるふりだけ。どうすんじゃねえよ。分かるだろ。犬ヤシャ打ったことある。マジで。マジでじゃねえよ。分かるだろ。でももうバッチしか今頼りの面ないのよ。そうっすよ。だからもう集中して出してください。本当に頑張ってる頑張ってる。いや俺たちね、誰が悪いとかじゃない。もう本当にやばい。地獄のモンハンを打ってます今。終わるのか。あー終わったっぽい。あー終わっちゃった。あーなるほど。3枚目です。すいません、入ります。早いなー。てんこ盛りだな。てんこ盛り使う気か君ら。これはね、戦国無双じゃカバーできないっす。バチさん
これは確かに間に合わんかもしれんぞ。でもこの浜多分次の AT だと取り戻せるわけでしょ。そうっすね。いきなり伸びるからな、モンハンのあたりって。もう頑張ろうよ、諦めるなよ。いじけてる人に諦めるなよ言われたないっすか。諦めるなよ。俺の黒バラだったらビンタだよ。うわよかった、孝太郎くんにな。孝太郎くん何したのよ。なんでボコボコにされてんすか、孝太郎くんだけ。ただこんなにふざけてる風に見せてますけど、はい、僕黒バラの時マジで準備に 2,30 時間かけるんですよ。なんであのスキンケアとか。あ、じゃなくて、あ、移りよくしようじゃないんですよ。あ、違うの。あ、違います違います、ピチャピチャじゃなくて。当たった当たった。じゃあ、じゃあもう一回やろう。リリッチェで当たって10戦。それはそのぐらいあれだったら見たい人いるだろうな。いや、やってほしい、ぜひやってください。ジャンバリさん、俺も出ます。出んのか。いいですよ。なんでおまけにもなるんだ。いいだろう、出たい。出た方が面白くはなるけど、ちょっとやっぱ色変わっちゃうんだよな。違う層見に来るんですよ、それ。勝ちに行くんだって。違う層見に。違う。あ、行ったな、さすがに行った。あるんすよね。ある、あるんすよ、それ。うわー、じゃあ、あるあるね。あるある。いや、それあるんすよね。あるある、分かる分かる、知ってる、俺も何回かある、ね、その最後プッシュでできてまで。で、まあこれ780だから俺もそんな文句は言わ、はい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 、今言ってもしょうがない。いや、しかもやっぱトリプルチャンスは熱いっすよ。まあね、セリーナ、はい、もあるしね。追加投手、あいつ追加投資してる。俺らの勝ち頭だったはずだよな。追加投資絶好調でいてくださいよ。よーし、よれや。1ゲームベル引いたら青スタート。いいよ、ナイス。おら、いや、残り10ゲームあって黄色までいってんのは強いよ。これ十分期待できます。いっぱい上がれ、ナイス。これ緑まではもう確実にいく。黒バラっぽく、まずこれ黄色の段階で 25% から 37.5% ありまして、緑到達した時点で 40% を超えてきます。なんでまず目指すべきところのラインとしては緑、この辺りに関してはしっかりと小役を引けば到達できるラインだと思うので。そういうのも言ってくれるんだね、黒バラの時は、はい。なるほどなるほど。なんであと1回子役を引けば、2回引けば最低でも上がります。これ強い、レア役。これでまず緑になりました。あ、チャンス目よ、緑超えた。え、緑に関しても 40.6% から上ギリギリのところで 68.8% なんで、もう一押し行くことによって、赤までいきます。赤までいけばもう7割超えてきますから。ただこれ緑の中でも同じゲージの中でもゲージが上がれば上がるほど期待度が上がるっていうゲーム。プロバラって喋る分断ですよ。ちょっと違うと思う。あー、引けず。でも 60% 超えてると思います。頼むぞ、マジ頼むぞ、ラストジャッジ頼むぞとか言うんだね。うわ、黒バラの時言います、確かに。あ、これモロタロ。いや、それ俺と同じパターン。でもまあさすがにいくかな、モロタロ2人目はないべ。あーしゃ、おめでとうございます。あ、された。これどうすんの、黒バラの時。そんな感じなの。嫌です。なんか喜んだりしないんじゃないの。極力抑えてます。そうだよね、はい。ですし、なんかすげえ周り見てるんでやっぱ考えてます。で、あとか出玉見るもんな。あ、いや違う。羨ましいってこと。羨ましさで見ちゃうと。見てるってこと。ハーデスの時扉閉まった音とか。違う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 、ずっと見てるってこと。そうじゃなく、メインメインちゃん。初当たりに関してはバーの方がいいんじゃないか説あるけど。あ、そうなの。128の天井の短縮があるんで。ただ金です。うわー、少子だ。え、仲間は、え、仲間はメインメイン。あ、でも一人はいる。一人います。
いやこれね、霊薬召集、はい、霊薬召集強いよな、強いんだけど、はい、4人スタートだったらな、いやでももうやるしかないよ、やるしかない、ね、でも逆に言ったら、はい、850ハマったらまくれるチャンスの一つではあるよね、確かに、しかも霊薬召集さ、体力多いから削り切るとき大体V 破壊起こるんだよね、あそうだね、なるほど、うん、いやこういうチェリー大事、チェリー大事、やってきた、遅い、2個目のレギュラー、おっと まあでも 50% でも3回ぐらい行くとき行くしな、55は 75% かって話だよね、だ75の方はなかなか取らんっていう、なんかでしか行かないんじゃないかな、いやあ振り分けはあると思うけどほぼ行かないんじゃない、あ、いや来た、あるじゃんね、ハイモードありますか、ドクター D だったらハイモードだよ、あるよ、基準薬強い、ここ出ろ、いや基準薬めちゃくちゃ大事な気がする、俺希少種大事っすよね、だね、あおドクター D ハイモードじゃん、ある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 、言ってたやつよ、しかも基準薬飲んでる、これチャンスだよ、これは勝たなあかん、ぶっただけマジで頑張れ、これで G 取ったらでかい、ほらこういうことが、あっ OK 大幅超攻撃だ、大幅罠使って罠使って、うわこれレア役引いてマジであるな、マジめちゃくちゃ減るじゃんほら、はいプッシュ V 破壊しろ、あー体勢崩した、いやバッチこれあるわ、これ勝てますわ、取ってほしい、取ってほしいわ、今大幅アップしてめちゃくちゃ攻撃してるから多分これいくな、あと何本あんの、あと30ゲームで、いやいやこの展開はマジで強すぎる、もう勝ちました勝ちました、ほぼ勝ちっす、あ本当、はい、マジで強い、珍しい、ここまでいかない、なんなら20ゲーム残しで勝ちまであります、いやマジで勝つこれ、はい、これあのイアンガルルガで速攻倒して G 出てきた、はい、あそういうこと、24ゲーム残して勝ちました、うわすげえ、はい、いやこれはおいレインボー、いやでもこれジローマジであるね、チャンスありますね、お初の赤ビッグだ、よしよしよし、これ AT 取るまでカウンター戻んねえのいいな、これ2択を成功させれば、あうわポイントね、さあ剥ぎ取ります、 50% 最低頼むぞ、取れよ、いやなんならね、ナビなし、あーない、来い黄色、来い来い、よし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 、いや1個来たらでかい、2個目ナビなし、ナビなし、リプレイか、青頼む出てこい、あうわ1個だ、そっか1個でしょ、要は、はい、まあ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 最低限のことは、まあそうな、はい、ループしたからな、そうなんですよ、投手が 26?26 です、いやこれこれでもワンチャンまくれるぞ、まあ1個がねすごいきっかけになったりするからね、そうなんですよね、結局1個使わぬままみたいなことありますもんね、次はクリさんの番ですよ、ほんまに、あるあるよ、お来た、お頼む、行きますね、5、あーあでも、いやでもまあ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 もういいや、引けただけ十分っすわ、そうだね、引けないで終わることあるからね、はい、ナイス、
40ゲームスタートね。いやもうこれ決めてよ。あ、行ったな、頼むぞ。ナイス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 。え、毒逃げないっす。逃げない、毒は逃げない。キジンは逃げるんでしたっけ。キジンは逃げる。それある、大丈夫、これ多分大丈夫だと信じたいけど、ただちょっと弱い。ちょ、一発でかい攻撃しろよ。あー、でかい攻撃して。ある、一発がね、これもうないの、なんか寝るとかないの。足、ああ、行った。あぶねー。いや、その2人いて負けるはないね。ないっすね。ない、さすがにやってない。剥ぎ取りチャンス、ナビなし。レア聞いて、ケツか。最悪だよ。もう変わらんわけで天井もう30ゲームでどのみたったんですよ。珍しい。さあマックス3つ、3つどころじゃないな、レアピンか。パチンコパチスロ番組の中でもトップクラスにわちゃわちゃしているこのおっさんずスロでございますが、ぜひとも皆様チャンネル登録よろしくお願いします。もう